うっす。今日は、家の中でもできるトレーニング、等尺性のトレーニングを行ってみたいと思います。普段行う、ダンベルであったりとか、腕立てあったりとかスクワット、これは等調整、負荷がずっとこう同じような形でかかると、重いかな、ダンベルと思って曲げ伸ばしをする、これが等調整のトレーニングになります。等尺性というのは長さを変えずにトレーニングをする、これが等尺性のトレーニングになります。肩の稽古であったり、打った時にこの自分の体、打ったその機械たちの対するようなその力を養うのにもすごく良いトレーニングだと思いますし、今日の朝の稽古にも自分でやってみたのがありますので、ぜひ紹介したいと思います。まずは前屈立ちで立ちます。で、自分のおへそをしっかりと正面に向けて、前の股関節をしっかり締めるようにして、追いつきの形。あとは、これをぐっと体全体で、肩で押そうとすると体が開きますし、腰だけで押そうとすると腰が反ってしまいますので、体全体で押すような形で、等尺性ですね。この状態でぐっと壁を押してください。10秒間。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、今度は逆突きです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。それでは反対足です。順々からいきましょう。体が流れないようにして、しっかりとおへそを正面に向けます。顔もしっかり正面に向けてください。10秒間いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今逆突きです。足のかかとが上がらないように気をつけてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、いい、直れ。最初は10秒ぐらいから始めて、20秒、30秒ぐらいやると、少しずつ伸ばしていってと言うと思います。今日自分の朝の稽古で、肩の稽古でやったのは、側頭を蹴った後の突きがこう、うまく決まらないというのがあったので、この等尺性のトレーニングを取り入れてやってみました。壊れない壁とは丈夫な壁を見つけてやってください。で、引いた時の形ですね。それで、壁を向こうに押します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。それでは反対も行います。体が崩れないように姿勢をしっかりと保持して行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、直れ。を蹴った後の引きがすごくしやすくなるのを自分自身も感じましたので、ぜひこの稽古をお勧めしたいと思います。以上です。おっす。